電気止めさし機の使用の方法と作ったポータブルの電気止めさし機の使用の方法を説明したいと思います。電気止めさし機はだいたい1メーターぐらい、これぐらい長さで、今回ポータブルの電気止めさし機を作りました。で電気止めさし機を持った状態でもう箱穴の近くに行って電気止めさし機を使用するという流れです。では実際にやってみたいと思います。電気止めさし機を使用する際は箱穴の横に立ってください。でアースクリップを箱穴に取り付けます。で、イノシシが噛みつかないところに大体つけるといいです。で、止めさし機の電源がオフになっていくことを確認してください。と止めさし機の棒も切ってや、切りになっていることを確認してください。で差し込みます。で、本体の電源を入れます。で青いランプが光ったら使用可能です。で次に電気止めさし機の棒の電源を入れます。で殺災はイノシシの首より上を狙って刺してください。電気